KTube をご覧の皆さん、こんにちは。竹岡圭です。今日はですね、 MX30 の EV、 e スカイアクティブ EV というパワートレインを積んだ車をご紹介したいと思います。で、まあ、この車、今回改良されたという形です。だからより良くなりましたなので、その良くなったポイントもね、ちょっと見ていきましょうね。ではボディサイズからいきましょう。全長が4395、全幅が1795、そして全高が1565というサイズですね。でこの車はね、やっぱね、おしゃれなのよ、デザインが。っていうのはね、私の知り合いでも、それこそね、おぎやはぎのね、スタイリストさんが買ったの。はい、これ電気じゃないやつね。やっぱり、ね、何が良かったかっていうところのね、スタイルがね、良かった。だからおしゃれな方に結構キャッチな響く。女性の方も結構多いんです。そういった車です。こうね、丸目がね、またちょっとね、生き物っぽくていいんだって。なんかこうちょっとね、ペットちゃんのような感じもしますけど、甘すぎないでしょ。この辺がポイントみたいですよ。でね、回ってきていただくと、このMX30 の最大の特徴はね、ここなのよ。こうじゃん、こうじゃん、観音開きなのよ。はい、ここが一番の特徴でございます。なのでね、ちょっとエクステリア見せる前に、ここ見せちゃったけど、まあこれが特徴だと思ってくださいな。はい、でこの特徴を持ちながら、後ろはですね、こういったところちょっとメッキパーツを入れたりとかして、でこれはちょっと EV なのでね、ここ、はい、これが急速充電で、こっちが普通充電っていうのがここについています。じゃあ変わったポイントの一つ言っちゃうよ、外に電気取り出せるようになったの。 V2H って言って、お家に送ることができるようになりました。だから昼間、例えばソーラー発電のお家で、この MX30 を動く充電池のように使って、電池貯めといて、そして夜はこっから送って使うとか、あとはまあなんだろうな、外で電気使うももちろんできるんだけど、要はね、フレキシブル性が高まったっていうのが今回の改良の一つ目のポイントだと思っていただけるといいかなと思います。そして後ろ、ボリューミーなお尻がね、またキュートでいいのかななんていうふうに思います。でここに e スカイアクティブ EV ってね、書いてありますよね。では開けますよと。はい、こんな感じ。割と開口部大きめ、段差もそんなにないから、大きな荷物も積み下ろしやすいかなと思います。でこれも今回のポイントね、 AC1500W、 こんな感じで家庭用のね、電気製品も使うことができます。ピュッとさせて便利ですよね。まあね、あのバッテリー EV なので、下の方はそういろんなものが入っていますので、アンダーボックスなんかはないんですけど、結構ここ広いのよ。っていうのは、私がここね、実は届くか届かないかギリぐらいなので、ちょっとギリいけるかな、よっちょっとこっちも頑張ってみるね、よっ、あ、いけた。あ、結構フラットじゃん。結構フラットでいっぱい詰める。はい、これあのやっぱりね、種類的にはクロスオーバー SUV みたいな種類だと思いますので、これだけ荷物詰めるっていうのはいいのかなと思います。では運転席ちょっと乗ってみますよ。結構重たい。すごいしっかりしてるわ。わ、なんかすごい開くね。これね、実はセルフエンパワーメントだったかな、名前合ってるかな、自分でね、ちょっとこう足が不自由な方が運転できるような、そういったやつもあるんですよ。だからこういろいろなね、こうところがガバッと開いたり広くなってるのが特徴です。で電動、ピューで、オルガンペダル、これもね、だから、まあ、ポジションは足の大きさあんまり気にせずやりやすい。でこれもテレスコートチルトがついていて、でもこういうとこマツダはね、ほんとちゃんとしてるよね。あー、そしてこれすごいよ、ボンネット全部見えるわ。へえ、ちょっと前すぎかな、こんなもんかな、こんなもんだね。これはね、視界が良い。うん、安心して視界が取れるぞ。でポジションも取れるぞということで、ちょっと後ろに行ってみたいと思います。じゃあ一回閉めてね。あ、それが一回閉めちゃうとダメなんだった。このままじゃないと行かれないんだよ、こういうことだからね、こういうことよ。でこれね、何がいいかっていうとね、ちっちゃい子が勝手に出ない。なので小さい子がね、いるお家の人はそういった意味でもね、安心感はあると思う。じゃあ勝さんお願いします。で勝さんにね、ちょっと、あ、これ後ろで、ちょっとこれさ見て、後ろで調整できるよ、ビューっと、ほら
ますます勝さんが入れないそうじゃないか。でも調整できるんだわこれね。へえ。でね、ちょっとここは真ん中にこれがありますけど、シートが見てこれかっこいいよ、すごい。なんかセンターにさ、ちょっとレザーっぽいさ、こういうのと、あとほらこのなんていうの、こうあのパールトップみたいな、こういう刺繍が入ってんのね。これフランス車とかによくあるやつよ、フランスの高級車とかに。でここにちょっとした肘掛けがあって、なんかねすごいくつろげるソファーみたいな、なんかそういう空間なんだ。へえ、おしゃれおしゃれ。でこう真ん中下げると、ここには、カップホルダーがあって、で全体的にはこれねデニムっぽい生地なの、ブラックデニムっぽい。だからすごいねカジュアルなんだけど高級っていうの、ちょっとおしゃれな高級カジュアルってあるじゃない、そういう感じだわ。へえ。でここはほら押すとね LED で、ははははは。でカチャン、そこで OK。で後ろのねシートスライドとかはしないので、あでもねお尻が結構落ちてるから私は余裕、頭上も余裕で、足もここ下入るから、これだったらまああのこれもそんなショルダーが張ってないので、圧迫感も少ないので、まあまあいけるかな、ロングドライブでもって感じです。じゃあこれで勝様なんていうかな、ちょっと乗っていただきたいと思います。はい、というわけでいつものように身長 175.5cm の勝さんに後ろの席座っていただいております。狭いよね、うん、やっぱちょっと足元狭いですよね。当たってはない、当たってはいないけど、当たってはないか、ちょっと窮屈、うん、まあこの車の車格にしたらもうちょっと広い方がいいかなっていうとこかな。そうだね、うん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 。 Z さんもそんな感じですか。やっぱそうですよね、やっぱそうですよね。はい、おしゃれはおしゃれなんだけど、逆にだからこれね、チャイルドシートとかつけたら手は届いたりとか、割とそういうお世話はしやすいのかもね。だからこう広角とかはプラスアルファぐらいで使うのがいいのかなという感じがいたします。おしゃれはおしゃれよ。じゃあ運転席周り見ていきましょう。まずねドアトリム、これは結構高級感ありますね。肘置くところがねちゃんとこうレザーっぽくなっていて、ステッチもあったりとかして、で上の方にもステッチが1本入っていて、なかなかねあのぐちゃぐちゃになりそうなところをかっこよく仕上げてあるところはさすがマツダだなと思いました。このねステッチがねずっと続いてるの、一直線で、そこのドアのところピューってこう一直線でずっと続いてくるんですよ。うん、だからこうなんていうの、こう囲まれた感じの広々感っていうんですか、こういうのを演出されてますね。でここも水平基調です。ここも綺麗にメッキが入って、質感は高いですね、すごくね。そしてですよ、まあとにかくご紹介したいのがここ、ここ見える、こういうところにもこうこんなね下のアンダーボックスでフローティング状のインパネになってるんですけど、ここコルクじゃん。でこう来てここもコルクじゃん。あの実は松田さんはもともと東洋コルク工業という会社でして、コルク作ってたんですよね。だからそのコルクをこうね、今の車しかも最新の EV にこうやって使ってるっていうのが、これまたなんかおしゃれじゃない、デキシとの融合というかね、その辺がいいなと思いました。でここもねこれエアコンなんだけど、エアコンとかシートヒーターとかステアリングヒーターなんだけど、このねディスプレイになってるんですよ。なんかねあのすっきりした感じでおしゃれだけど、このちゃんと風量とか温度のところは物理的な普通のボタンになってるの、だからあの操作もしやすい。で操作はこういうところでちゃんとしやすいんだけれども、見た目はこういう風にねレイアウトされてっていうのはさすが上手だなと思いました。で今回実はねシフトレバー変わったの。前はこの、わかる、ここのボタン見える、あの要は ギア変えたりする時に掴むこうスイッチっていうかボタンね、これが前右側にあったんですけど、これ大きいじゃんすごく、あの私の手だとちょっと大きすぎるぜってぐらい大きいんだけど、これ横にあってこれってすごいやりづらかったので、それを指でこうキュッとできるように後ろ側に移設したんですって。すごい細かい配慮でしょ、こういうとこすごいなって実は思いました。ここ変えるんだと思ってちょっとこれ感動したポイントね。でこれはねこうやって開くのよ、こうやって開くの、そうするとここにカップホルダー、こういう感じでねピロピロンとこうやって開きます。でここのアームレスト開けると、まあ私の手のひら1個分ぐらいの、床面積のある結構深さのある、はい、センターコンソールボックスがあります。はい、でこの大きなダイヤルでですね、このディスプレイの色々を変えます。はい、こんな感じで情報とかオーディオコミュニケーションとかもありますけど、まあ、曲がりやすいナビ画面まず見せる、こんな感じ、ちょっと上下は薄いんですけど、でまあねこういう素材全部サスティナブル素材を使いながら非常におしゃれに仕上げてあるというのがこの MX30 のポイントかなと思います。
はい、ボンネットの下です。ちょっとスカスカなんだけど、かなりすっからかんな感じでございますが、一応パワースペックをお伝えしておきますと、145馬力、トルクが270ニュートンメーターです。でね、積んでるバッテリーがね、36キロワットアワーなのね。1回の充電での走行距離が256キロです。さあ走り出しました。こうやっぱりね、ヒップポイントはこう街中に出るとね、高さ結構感じますね。だからやっぱり SUV に近いクロスオーバー SUV なんだなぐらいなフィーリングで今乗っております。でね、これ1800幅ないんだけど、ないのに広く感じるよね意外と。だからまあ横幅的にはなんかゆったりしてる数字よりもさらにデザインの妙なんですかね、なんかくつろぎ感が非常にあります。でまあ、ドアミラーなんかも非常に大きいので、そういうね大きくても確認はしやすいから操りにくいっていうことは全然ないんですけど、全体的にこう床も高いしヒップポイントも高いし、すごく高い位置に乗ってるなっていう感じは正直しますね。でも、バッテリーが結構ねちゃんと下の方に積まれているので、車の重心として高くてフラフラするっていうような感じは全然ないです。やっぱりねバッテリー EV だから静かは静かですよね。もう本当に言うまでもなく。でね、1回の航続距離が意外とそうでもないなっていう風に数値聞いて思われてる方がいらっしゃると思います。私も正直そう思いましたけど、まあこれ後ろの席もねそんなに広大に広いってわけでもないし、でまあ荷物も、まあ、積めるけど、そのワゴンみたいにバカみたいに詰めるってわけでもないし、こうなんかね手頃な中途半端さっていうんですか、いい意味でね、そこがいいんじゃないかと思うので、普段だいたい毎日250キロも走るかっつったら走んないじゃない。だからそう考えると、あ、これでちょうどいいよねっていう、全てのこうちょうどいいがうまくパッケージされた車なんじゃないかなというふうに今しみじみ思っております。でね、これパドルシフトがついてるので、ちょっと次走り出したら触ってみるね。車がこれまた下ろしたてなんですよ。1600キロしかまだ走ってないの。だからそういう意味ではいろんなところの当たりがと思ったけど、でももうこっちはそんなに重さもあるから跳ねる感じもないし、でこう普通にね今踏んだらそのビャンって飛び出す感じでもないし、やっぱ思った通り操れる性能っていうのはバッテリー EV になろうがガソリン車だろうがディーゼル車だろうがなんだろうが、こうマツダはそこ譲れないところなんだなっていうのをねすごく感じますね。なんかね回生力が変わるねこれ。うん、そうそう、バッテリー EV って回生ブレーキって言って、まあ、エンジンブレーキっぽいものだと思ってもらうと分かりやすいと思うんですけど、アクセルペダル離したり、ブレーキペダル踏んだりすると、モーターを逆回転させて発電機にしてまた自分のバッテリーに充電するっていう一人リサイクル状態をやるんですね。それを回生ブレーキって言うんですけど、その回生力の強さがこのパドルで変化するっていう感じ。こうやってやるとほらギューってね、でこうやってやるとスーってプラスにするとスーってこうコースティングモードみたいに、要はエンジンブレーキがオフされたようなねフィーリングで言うとね、そういう感じになる。でね、結構全体的にやっぱりがっしりしてるから、これ意外とね山道とかもビュンビュン走れちゃうんじゃないのみたいな。ほらちょっと踏むとね速いでしょ。あ、モーターって速いのよいきなりがね。でも静かは静かだね本当に。だからこれね、私ファミリーカーとしてっていうか、普段お母さんとお子様が移動するぐらいのファミリーカーとして使うにはすごくいいと思いますよ。全員が大柄なね4人家族とか言うとちょっと後ろ狭いかなと思うけど、子供がまだそんなに大きくなくって、夫婦2人プラスワンみたいな感じで使うと非常におしゃれだしいいんじゃないかな。ちなみにちょっと勝さん今後ろに乗ってか聞いてみよう。勝さん後ろどうですか。後ろはね至って静かで、滑らかな。後ろは静かで滑らかな乗り味とね、いうふうに勝さんおっしゃってますけど、それはね前の席も実際そうです。だから前と後ろのフィーリングそんなに変わらないんだねこの感じね。
だからのすごくくつろぎやすいかなと思います。でそのくつろぎ感を出すためにこの横基調に広くね見せてるインテリア、そしてこの質感の高いね、サスティナブル素材とかいろんなものを使いながら質感高く仕上げてる感じ、まあ、このフェルトとコルクだけでねこの車ありでしょうなって私は思っちゃうんだけど、やっぱ乗ってる間中しか見えないでね、こういうポイント大事かなというふうに思います。なので他にはない魅力たくさん持ってる車なので、ぜひ皆さん一度ね、味わってみてはいかがでしょうか。というわけで今日のドライブはいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またねー。